西村秀信の社長工場西村秀信の社長工場こんにちは山田久志ですポッドキャスト番組西村秀信の社長工場ではインスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます西村さん本日もよろしくお願いしますお願いします 若手社長が知らないペンの世界。ということで今日のテーマ、ペンでございます忙しい若手社長とか実務以外のことを考える余裕もなくてね、なんかこう100円ほどのフリクションボールペンみたいなものを何も意識せずビジネスシーンで使ってるなんて社長もちょっと多いと思うんで、はい、ただね、みんな見てるわけですよ、はい、いろんなところ、はい、社長としてのこの品格ですよ。はい、でボールペンですらら気をを配れるぐらいなこのの余裕を持った社長の方が、はい 素敵ではなかろうかということで今ちょっとこれ僕が西村さんがどんなペンを使ってるのかってずっと見てるんですけどペン持ってるとこ見たことねありますよ持ってますよおー持ってますよプリ持ってますけどさすがはい。どうですかこの高級なペンそしてそうでもないペンをこうビジネスシーンによって使い分けるみたいなことやってますかはい。こんなことが聞かれるような年になってしまった若手社長じゃない西村が答えますね答えていやまだまだ若手社長ですよ教えて教えていいんですいいんですいやもう本当ね最近ねあの。 最近若手社長に伝えたいメッセージはなありますかとかね、若手のなんか後続の後輩にとかね、はい、なんかもういろいろ言われるたびにね、うんうん、もう俺は若手社長じゃないんだなって思うんですけど、<laughs> まさか身内にもこういうことを言われると思ったんでね、こういう日が来たなみたいうかね、やっぱり、まあ、若い社長が増えたってのもあるからでしょうね、これは。うん、なんなら10代とかでほら起業してる人も増えちゃったもんだから、結構増えんですよ。 どこ行っても後輩扱いしてもらえたんですけどね、最近どこ行っても、なんかそこそこね、なんか中堅ベテラン扱いされるからちょっとね。いや、それはそうですよ、これ、これだけ規模が大きくなっちゃったら、やっぱそうなっちゃいますからやってらんない。いや、そこじゃなくて、やってらんないじゃなくて、ペン、ペン、ね、教えてほしい。ビジネス的なもので必ず使ってるんだばブランドがあるとか、どうなんでしょう、そういうのって。なんか あのー、僕はあのローラーペン使ってますよ、なんかいわゆるボールペンっぽいような、なんか水性っぽいようなあの、いや、サラサの高い版みたいなやつ。へえ、あんまりちょっとそれを、はい、あの使う理由みたいなもので言うと。えなんか書きやすいからっていうことがメインですね、そのステータスがどんどんじゃなくてってことですね。サラサも使うし、うん、普段サラサも使うしで、なんかちょっと契約のとかとか、はい、まあなんかちょっと自分で考え事する時とか。うん まあカルティエでもブルガリーでもどこでもいいですけどローラーペン使ってますボールペンじゃなくてローラーペンかローラーペンっていうとあのサラサっぽいあのちょっと水性っぽいあの感じあるじゃないですか,、うんはい、かすインクがこうなんてうかななんて説明したらいいでしょう、ね、そうなんかにじむようななんかはいはい、はい、っていうねちょっと本当サラサっぽいとしか言いようがないけどそうね <laughs> うんまあこれペン使っていると分かると思いますけどねジェルインクのというかボールペンってなんか本当にそのボールが回って、ねはい、そのまま、うん、そのインクが乗っかってきてみたいな感じなんか油性な感じのインクが乗っかる感じじゃないですか 感覚があんま好きじゃなくてて書いのでほう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 そんなに高いもの買うみたいな意識もあんまないですよねじゃあまあでもいいの買ってるとは思いますけそうかブルガリとかそっちのになった場合はねでもサ紗でもいいですよ全然これ全然更紗で平気です普段例えばだからあれですよ目の前の契約の金額が例えば何億以上になるとそのペンを使うだとかそういうものはあったりテンションですかねそそれもんなにに気して 使い分けてるわででもないんですねそうですね、まあ、だからどっちかというとあの昔の,なんですか、ね、あのメモの取り方スマホでメモ取るのいいですかだめですかと一緒で相手次第ですね。ああやっぱそうだよな、はい、そこの TPO じゃないですけど海外の高級ホテルにだからチェックインするときにそういうところで見てる国とかはちゃんと逆に日本の,あのセーラーの竹とかいくつか万年筆とかあるんですけど。<laughs> 万年筆とか、はい、日本の蒔絵の万年筆とかもしくは竹でできてるやつとか、えー、いくつかその使い分けてる海外用と国内用も使い分けてますまあ当然だからまたそこで新しい会話が生まれたりとかこう見てる人はこう見てるのでっていうことですね。はい、これはある意味面白いな、はい、そうか 当然、契約になればねそういったシーンがあって、あとはそういった手先やそういったものを見られる機会も増えるわけですもんね。やれ、やれ、時計だの、やれ、ボールペンだのって、ね、また爪の手入れどうしてるからとか、見てますもんね、実は。いうのがあるので。はあ。ペンを人にプレゼントしたりなんてこともあるんですかしますします。おっ、あら、はい。なんかまあ、契約とか、わりと重要な会社の社長とかだったら、全然しますし、そろそろこういうの使いなさいみたいな感じで。 いいいいもんでですすねなんか邪魔ににはなんななじゃないですか、まあ、確か確や,やっぱりまだまだそのペンを使うシーンって多いですからね、実際問題ね。なんんなんか逆に言うと、ですかねなんかその高級なペンを使うとか、うん、署名、決めが求められる規模になるのもいいことだなみたいな。あそうかそうか、いよいよ本当にそういう決定権を自分も司どって。 っていうなんか序盤、全部自分がサインしなきゃいけないじゃないですか、当たり前ですけど、中盤、なんか秘書が全部やってくれるから、書いてくれるようになるじゃないですか、うんはい、でそれを超えると、あの一部、これはどうしても <laughs> 本人の辞書で <laughs> はいはい、はい、そうか、点 <laughs> <の>にまた出てきますもんね、松陰式じゃないですけど、そういう,うな場面って出ますもんね。っていうレベルにな,<ー>なったら、まあ、確かに必要じゃないですか。いやだって トップクラスの,あの政治家同士の調印式だってやっぱ結果的にサインしてますもんね、はい、自分でね。はい、ははってことでやっぱり、社長たるもの高級なペンを持つべきはったりかましたいんだったらそうじゃないですか。いやだったら僕もそっちだな。<laughs> だって、こう社長業ってそのいや言葉はあれですけど、やっぱはったり少し必要っちゃ必要ですよね。うん、なんか、まあどこを見てるかじゃないですか、やっぱ相手が。うんだから 僕は日本人だと思ってもらいたいしか日本のちゃんとそういうのにも分かってる人なんだなと思われたいなこの人にはっていう時には日本のいい竹のとかだか蒔絵のとかっていう万年筆持ってってだからこれはこういう伝統工芸でこうやって作ってるものがあってよかったらプレゼントするよってそのペン自体はプレゼントしないんですけど同じやつをプレゼント後日送ったりするんです。 それは相手に取ったらたまららまないでしょうね万年筆って結局あの書き癖がつ,ついて、うん、あのペン先が削れるから自分の使ってるのをあげちゃいけないんですよ。はあ<ー>もっと言うと貸しちゃいけないです人に本当にちゃんと自分の書き癖と自分の角度で先が削れていって自分が使いやすく育ってるのが万年筆の楽しみなんで。だんだんあのフィットっていうのは自分が書くことによってんどんどん。 止めは払いの変な話、うんはい、癖もう全部万年筆が覚えてくれて、はあ、ああそういうものなんだあれは、はい、ものすごく繊細なんですねじゃあだからあの変な話ですけどあんま人に貸しちゃダメですってむしろねローラーペンとかボールペンは別にはい、はい、誰に貸してもそんなような同じような書き足になるが削れることはないんで、うん、ペン先っていうのは削れていくんで書き癖ついていくんで 逆に人に人貸しちゃうとまた自分の自分以外の書きだから僕、自分以外の人の万年筆借りて、もし書くと、ガリガリって引っかかったりするのは、やっぱり書きづらいんですね。わですごい、面白いですね。はい、なんかちょっとだから、一説によると、万年筆じゃないと契約を受け付けないみたいなものがあるとしたら、そういうこともあるのかもしれませんね、はい、その、まあまあ、極論、たまにそういうふうに人、ねね、本人ね、本当にその自分の筆圧というか、筆跡でっていう、はい、はあ、そうか。 あのー、黒、青みたいなものの違いもあったりしますけど、はい、これは何かかありますか僕でいうと、はい、タイは青インクで契約書を書けって言われて、はい、青,青ボールペンしか認めてくれないんですよあ結構ありますね。ありますよね。あよねはい、僕もたっ、ね、海外で青インク出したりするときあります。ね、黒はだめって。日本も公文書、黒か青って書いてあったりしますね。はあ、これやっぱ何かの名残もあるのか。歴史的に昔、ええ あのまあそれこそ密書とかの時代はあぶり出しだったんですよ。その時にその場についてその場最,最初はだからこう無,無色に見えるけど、うんはい、なんかそのうちあぶり出しみたいな感じになってって黒になったりとかしてでやがて平和になってで酸化鉄とかを入れて青になったり黒になったりまあした流れで。 青が残ってたり、<ー>まあ今では結局、コピーと一緒になっちゃうから、黒じゃなくて青でやれっていう人もいるし、なるほど、もともとだから、そうか,そうか、コピーとかに行ったらそういうことか。そうそう昔、一番最初の歴史で言うとあの、平和だった、平和になった今と違って、うん、密書あの、秘密の密の書,書類ですよね、あ,のあれをこうやり取りしてた時の名残なんですよね、もともとは。 はあそういうことなんですね、うん、これねへえ<ー>だからこう中国系とかヨーロッパ系とかで日本は独自に今度はんこの文化が発展したじゃないですかあそ,、ねまあ、それこそ、はいまあ、でも今もだんだんそれもなくなってペンの方にやっぱり移行しように、ね、なってるんで,、まあ、でグロバルな、まあ、なのでまあこれコピーじゃないのって言われないためにも、はい、青がいまだに残ってるのは欧米文化だと多いですよね、はい、あの 契約書みたいなものに書くときはその正直フリクションボールペンみたいなもので書かってもいいんですかフリクションで書くと消せちゃうからだめじゃないですか、ね、いやだめですよねでも<や>見,見た目わかんないわ、ね、かんないから、まあ、そういう詐欺も一時期流行りましたよねうわ怖、はい。確かにね、はい、書いてその場では契約みたいになってるけど、はい、いやおやもう俺じゃねえよみたいな、はい、できかねえますもんねこれね、はい、あらすごいな 超意識みたいなものも今でも西村さんはありますよね。僕たまに、やっぱありますよね。しますね。は,<ー>はい。そういう時も、やっぱ自分で、あ、明日これの調意識だから、このペン選んでいこうみたいな気になる時もある。あります、あります。だから、人によって、場所によって、<ー>それこそ T. P. O. じゃないですけど、使い分けますよ。すごいな。はい。あの、この情報はあれですかね、ファーストクラスに登場している人は、だいたいペンを持参しているっていう情報なんですけど。なんか、こう、飛行機乗ると。 うあの書かされるじゃないですか、入国審査の。はい、で、大体エコノミーの人たちはみんな持ってないから、はい、なんか CA さんから貸してとか、あのそのまま借りパックしちゃったりみたいなことありますけど、うもう社長ビジネスマンと、ビジネスクラスとか、ファーストクラスの人はもうだん、なんかこう、自分で勝手にパって出して、すらスラって書いて、こうパッて入れてるような印象あるんですけどね。どうしよう、確かに持ってる。<laughs> ね、持ってますか。<笑><笑>やっぱそうなんですね。いや、僕ら、筆記用具をいちいちかばんとかに入れているかって言われたら。 もうない気がすするんですよアップルペンシルと普通のボールペンを2本セットで筆箱に入れていつも突っ込んで飛行機乗ってますね、はあ、やっぱ持ってるんですねはいもうこれはもう無意識でもどうですよねそこで別に何か契約するわけではなくてもなんか、うん、あとだから前はそれこそまあでも今でもたまにやるかもうノートも持ってってるので、うん、なんか電子機器切れとか言われた 時代が回ったじゃないですか<は>全部を切っちゃったらもうねなんか切な内で何かアイデア浮かんだりとか紙と鉛筆頼りになる時あるじゃないですか確かに確かにそ,うそ,うその時のために<ー>今はもう切れって言われないか<ー>くなったから最近ノートは持ち歩かなくなったんですけど<ー>まあアイデア制作ぐらいだったら、まあ、別に、ね、iPad と a p p l e p e n c i l でいいなって思うんで<ー>でもがっつり考え込みたい時はやっぱりどうしてもあの摩擦が欲しいんで僕は。<laughs> うん どうしてもあのツルツル感とちょっと相入れないので、はい、やっぱ紙にペンで書きたいんですけど鉛筆シャーペンみたいなことを選ぶことはない,い,た,いたまにありますよありますかたまにありますけど鉛筆シャーペンの一番いいのって結局消せることだから、うん、消せることを主眼に考えるとアップルペンシルでいいんですよね、うん、iPad とそうだな パッと出てきたアイデアをささっと書きためてそれでまあそれは消すっていうとか気に入らない線が気に入る線まで書き続けられるっていうの、うん、はい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 はいはい、そうねはいそうなんですよこれ今実は僕の目の前にもあるんですけどこれ相当書きやすいですね、はいはい、それケンタのかな VICUNA って書いてますけど<ー>ビクナいや重さもこれいやこれもいいもんだな適度に重くてはいはい でもペン先軽くて、みたいなで、インクの伸びもいいみたいな、ずっと書いてますもんね、さっきから。<laughs> いや、すごい書き味、やっぱあるんですよね、こういうのって多分いろいろ比べて何個か書かないと、実際問題あんま分からない <laughs>、はい、あいつもクリエイターだから、まあ、まあ、こだわり強いですからね、いろいろ調べたり選んだりして、たどり着いてんじゃないですか。はい、いや重さも絶妙で やっぱあるんですね、うん、ペンもねこう使っ続けていくと、うん、あこれ書きやすいとか、はい、やっぱりこれ自分に合うとかね、はい、ああないっていうのが出てきますもんね。うん、はあペン以外で言うとあとはこう若手社長とかに例えば退、ま、治、あ、する時とか何かこういろんなねビジネスをやるどこ見てたりするもんですか西村さんは若手社長のなんてどこも見ないですけどね。あんま見ないですか なんかどまあでもほらたまにいるんじゃないですかこいつはちょっと優秀かもなみたいなその何を見てそう思うか服装なのかそれこそみんなまあ何ていうり方なのかまだもう身につけてるものなのか何かありますかの統一性じゃないですか全部の。ああ統一性か一個だけがね豪華でもなんか日本って結局あのお上の目が厳しくてであのー。 贅沢禁止令が出て、うん、でその後裏地とかそれこそあのチンピラの人たちがあのボロを着ててもセッタだけはいいのを履くみたいな,<ー>なんか一点豪華主義みたいなので粋を演出してた歴史があるんで<ー>だからそのボロを着ててもセッタ、うん、あの履物だけ靴だけいいの履いてれば、うん、おちょいと粋なお兄さん物が分かってるね粋だねみたいなことを言われた文化があるんですよ<ー>日本には。で<ー>でも欧米にはないので なるほど靴だけいいものを履くんだったら、なんで全体、いいものをはきのあの切りゃいいのに履きゃいいのに、<ー>何考えてんだ、あいつって、おかしいやつだなって思われるだけなので。はあ。いや、今やもう、う西島さんが後者なんだね、やっぱ全体的なトータル的な。なそれと一緒で、なんていうんですかね、だから、例えばですけど、その靴だけいいものを履いてて、<れ>なんか服は適当とか、<ー>なんか言葉遣いはすごく丁寧だけど。 靴が磨いいててられてないとか全部あるじゃないでもう結局格好ってその場でどう見られたいかとかどう思われたいかっていうのの全部なんで僕も常にいい加減な格好してますけどそこでちゃんとしなきゃいけない時っていうのは自分なりに選んでその時にまあ10段階ぐらいで完璧にやれる自信があるから普段 T シャツジーンズで ねね、上場企業に行くんですけどでそれと一緒で何でしょうねなんかスーツだけオーダースーツででパリッとしてるけど姿勢が悪いとか、うん、食事のマナーが悪いとか、うん、でそこで高級時計つけたところで、うん、じゃあ例えばオーダースーツ着て高級時計つけて高級な靴履いてで姿勢が悪く食事のマナーが悪く言葉遣いが悪く。うん あもう教養ないのもあるわけじゃないですか、うん、それを成りと判断するわけじゃないですか人はですな例えば、うん、すごいちょっとまど分かりやすいねステロタイプで言うとねも、うん、逆にその今言った後半の部分が逆に全部できてて姿勢も素晴らしい、うん、言葉遣いも素晴らしいねっ知識教養も素晴らしいけれどもなんか着てるものがボロで,、うん、で手が行き届いてなかったら それはやっぱり本当にベストを尽くしたのかって思われてもしょうがないっていうのがあるわけですよねいいね、これはでも、だからちょっと経験値も必要になってくるから、はい、単にそのお金だけを手に入れたからすぐそこの、ね、になれるかというと、はい、そうではないものがやっぱありあますね、はい、だって、フランスの上流企業のとか、まあ、それこそ貴族のパーティーに。 イギリスのサビル・ローで仕立てた一長らを着てても入れてもらえない時とかありますからねフランス人たちじゃないとダメだったりしますからすごいそこへのね何か敬意というか、はい、そういうものがあれば、はい、もちろんそういうのじゃないの着てくるはずじゃないのかというもうねその辺をね一瞬で見抜く人たちなので俺、うん、らからしたらイギリス人とアメリカ人とフランス人とドイツ人なんて見分けがつかないけどまあ、まあ、みんな一緒の外人っていう言い方じゃないですけどね <laughs> 違いますね、金髪激ガじゃないけど、うんうん、でも彼らはその洋服の仕立てを見切って <laughs> あムッシュちょっと今日の集いにはちょっと不向きな装いをなさられてますよ<ー>みたいなすごいすごい,すごいおマジでみたいなそうですかええー、っと多分一流のオーダースーツなんだけどみたいな、はい、うわー大丈夫ですかね僕この間ちょっとあのもう服がなくて、はい、あのー タイで買ったアイラブ・タイランドっていうシャツを着てオランダに行ったんですけど、これ、オランダ入れましたけどね、それはまあ、ほら、やっぱねちょっと、まぬけですね、これね、まあ、いいんじゃないですか、でも、やっぱ、たまにね、もう、いや、本当、シャツがなくてね、しょうがないですよね、それは、自分でもね、浮いてたと思ってました、あいつはやっぱ、大好きなんだなって、思それで日本人ですからね、何してんだかわけのわからない。 そうかでもそこまでやっぱり考えてる人を見てる人は見てるから、うん、あこの人、そういう細かな気配りできてるねっていう,うもね、うん、できる経営者、企業家でやっぱありたいと思ったらだからもう別に、それができるって思う人に、できるって思われたいかっていう話なんですよ、これ。まあそうね、そこも気づかない人もいるから。いるので、だ、うん、から別に、そこに興味がない同士は興味がない同士で、わ、うん、からないし、じいどもくだらないこと言い合ってるなって言って終わっていいんですよね。はいはい でもね、それを気づいてくれる人があの仕事でパートナーになる場面があるかもしれないと、なんでしょうね、対等に同じ価値観でキャッチボールしたいなと思ったら、うん、そこに気づく必要があるし、うん、気づける必要があるだけで、うん、別に。うんうねまあ、なくたって別に、それは生きてはいけますよと。なんか、ね、全然どっちだっていいと思うんですよ、本当に。うん、俺もたくさんこう 諸先輩方見ながら、老害名とか、何訳わ,わかんねえ、なんか細けいことにこだわってんだよ、冒険 <laughs> って持ってたことが、3200個ぐらいあるので、3200 <laughs>、はい、<laughs> まだまだあるな、これ、<laughs> まだやれるなすげえわかるんですよ。<laughs> うん、これまだ60回目だから、ねはい、<laughs> 結構あるぞ、はいいや。気持ちはすげえわかるんですよ。とはいえですよね、うん、この、まあ、ペンの話もそういうことですよねそう。だからペンも、だから全部一緒で、な、うんでしょうね、でじゃあ例えば名門ゴルフ場に、いい加減な格好で行っちゃったのが、だめって思う。 のもいれば別にいいじゃん、そのぐらい、今のご時世、ゴルファー人口減ってるんだから、どんどん若いやつを入れていくためには、もうこういう風にしていかなきゃっていう意見もあるし、三つ星レストランにいい加減な格好をしてっちゃって、別にいいじゃん、なんで入れてくんねえんだよっていうのもあれば、それ結局、全部一緒だと思うんですけどうし、後ろ側にあるその文化なり、その価値観をどこまで尊重するかっていうところだと思うんですよね。 自分本位ではなくね、そう,そういったバックボーンだとかいろんなものをどう理解した中で、自分がそこに行けるかいけないかっていう。なんか、結構間抜けだなと思った話で、この間、うんあのー、クールビズの話で、IT 企業の、うん、<laughs> 経営者が、銀行さんが来るときだけは、ちゃんとスーツ着るんですって。その銀行は ある時からあのクールビズを推奨することになった銀行だから本当はクールビズの格好してしかも IT 企業だから若手の企業だからそういうところだと思って行きたかったんだけどみんなスーツばっちり着てるからある時聞いたんですってなんで御社はあの IT 企業でみんな割とこうねあのクールビズで普段はやってらっしゃるはずなのに。 本社はち,あのちゃゃんんとやっってらっしゃるんですか銀行さんがスーツ着てくるんでって言ったって言うんですよ。あ,あなるほどそうね、まあ、そうなるもんね普通に考えたらでもお互いスーツなんか着たくないんですよ本当ねじゃあ誰が言ってたんだみたいな話になるしどっちが得すんだこの場合みたいなの、ね、あるじゃないですかいやーこれ言えて妙ですなこかこう,いう難しいところで<ー>なんかこう本当ですね みんな,そうなんか変なものに縛られててもだめだし、<て>でも大事にしてるものをないがしろにしたくもないし、うんはい、そうね、何でも壊せってわけでもないしね、伝統を重んじたりすることも素晴らしいことだったりするからも、もちろん、なんか<ー>それではじゃあ、それこそなんか、神社に土足でずかずか踏み込んでって、なんか、無礼、はい、な振る舞いする外国人に、ね、誰もがイラッとする思いを抱えたことがある理由は。うんうんはい 結局か自分が大事にしてる価値観をちょっと土足で踏み晴らされるとちょっと気分がよくないんだよっていうことなわけじゃないですか。それはみんな持ってる感情のうちにあるでしょってことですよね。それがどこまでかってことなんですよね。じゃあ一部の国場所ではペンをすごく大事にしてるとかサインっていうものをすごく大事にしてるっていう国があればそれはやっぱそれを理解した上でそのペンをちゃんと持っていって僕もちゃんと。 その文化を尊重してますよっていう姿勢を見せる方が僕はいいなと思うから、ペン、うん、を持っていくし、うん、で日本ではだからそれこそ反抗を尊重してるから、象牙、うん、の反抗を送ったりする社長もいるわけじゃないですか、うん、例えば、ね。お互いのなんか理解のもと、例を尽くすみたいなところが、いいバランス感覚だと、実にこれはスマートにできるし、いいキャッチボールになると思うんですよね。そ,そういういい風なツールととして使わないとと これもう無理やり持てとかこの金額のペンで失礼だなんていうことただただ言い合っても全然ないと思うんですよね。そこではかみ合わないですもんね。はあ面白い。いやペン一つでもそういうことになっていったら結果今度はペンじゃないことまで気になってきていいことになりますねそのつながり方としてもっとその人のことを共感しようとかこの会社の理念は何なんだろうかとかっていうことああ一つ一つそういったところからね見ていけますもんね。いいですねペンから ね、ちょっと見届けていくというかペンから何て言うのかなペンから何て言うんだう見定めていくじゃないなまあ、うん、本当いろいろだと思うんですよね<当>ペンから見えてくるってことなのかなうん、うん、相手との,あの距離感だったり世界観、うんうん、いいもんかもしれませんね、うん だからちょっと一つ違う、まあ、ペンだけじゃなくても何かにこだわってそういう人たちとそういうね,うね話をしたりだとか、うん、その共通項を見つけるっていうのは非常にコミュニケーションにとっても、ねうん、いいヒントになるかもしれませんね、うん、はい今日は以上ですありがとうございました <laughs> 西村秀信の社長工場毎週1000万投資と題しまして情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております詳細は第7回と第8回の放送をお聞きくださいまた番組への質問ご意見は社長工場のホームページ ceo-5 ファクトリードットコムからお問い合わせください。西村さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。